ヘンリー6世、第1部、ヘンリー6世、第1部、ヘンリー6世第1部、The First Part of King Henry the Sixth は、ウィリアム・シェイクスピアの刺激。1588年から1590年頃に書かれたと信じられている。第 1.4 部作。他の作品は、ヘンリー6世、第2部、ヘンリー6世、第3部、リチャード3世として知られる4つの刺激サイクルの際の作品である。シェイクスピアがヘンリー6世、第1部で主に財源にしたのは、ラファエル・ホリンシェットの年代記クロニクルスで、それが決起にターミナス・アド・ケイム目標を与えた。エドワード・ホールのランカスター、ヨーク領名家の統一、ザ・ユニオン・オブ・ザ・ツー・イラストリアス・ファミリーズ、オブ・ランカスター&ヨーク、1542年も参考にしたようで、研究者たちは他にも、サミュエル・ダニエルのバラ戦争を題材とした詩にシェイクスピアは、通じていたのではと示唆している。1588年のアルマダの海戦で、スペイン無敵艦隊を破って以来、イングランドの愛国心は頂点に達した。この愛国心が観客の刺激への関心を高めることになった。ヘンリー6世、第1部は、シェイクスピアの戯曲でも初期のものである。一般的に1588年から1590年に、かけてとされているが、その創作時期には諸説があり、学者の意見は、ヘンリー6世3部作のうち最初に書かれたという説と、反対に最後に前編として書かれたという説に分かれている。劇作家、ロバート・グリーンは、ヘンリー6世、第3部は1592年に書かれたと言及している。研究者の中には、文体を引き合いに出し、第1部はシェイクスピアが単独で書いたのではなく、3人以上の劇作家チームで合作されたと主張して、その中にはトマス・ナッシュ、ロバート・グリーン、クリストファー・マーローがいたという。しかし、この説は18世紀19世紀のジャンヌ・ダルクの扱いを嫌った結果であるという意見もある。ヘンリー6世、第1部は基本的に年代順に描かれているが、劇的効果のために変更された部分もある。その変更は愛国的な理由からなされたように見える。おそらく1415年のアジャンクールの戦いがイングランド人の間にイングランド兵がフランス兵より優れているという考えを植え付けたせい、あろう。フランス人は愚かで破るのも簡単なように描かれていて、イングランドの敗退はフランスのせいでなく、内部分裂と貴族のつまらない喧嘩、グロスター公対ウィンチェスター司教、サマセット公対ヨーク公が原因であると、ほのめかしている。さらにシェイクスピアは、フランスの国民的ヒロインであるジャンヌ・ダルクを魔女、バイタとして描いている。シェイクスピアに限らず、15世紀以降の入手可能な英語の文献ではジャンヌは同様に描写されている。ジャンヌは、この戦争で、イングランドの敵だったからである。フィリップ・ヘンスローの日記には1592年3月3日によってヘンリー6世が上演されたと記されている。同年のトマス・ナッシュのピアース・ペニーラスは少なくとも1万人の観客が見たタルボット卿を扱った人気劇のことを言及している。ヘンリー6世第1部を除いてタルボット卿を扱った劇の存在は知られていない。ヘンリー6世、第3部、タルボット卿は出ていないが上演されたのも1592年で、ロバート・グリーンの1592年の A、グロトスワース・オブ・イットというパンフレットで、その一行がパロディにされてる。つまり、ヘンリー6世3部作は、すべて1592年には上演されていたということになる。ところで、ヘンリー6世、第1部は、その後1906年までほとんど上演された記録がない。出版も1623年のファーストフォリオまでされなかった。1977年、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーがテリー・ハンズ演出でヘンリー6世3部作をノーカット一挙上演した。ヘンリー6世役はアラン・ハワード、王妃マーガレット役はヘレン・ミレンだった。1980年には BBC がほとんどノーカットのヘンリー6世3部作を制作、放映した。これは現在 DVD で見ることができる。1987年から1989年にかけてイングリッシュ・シェイクスピア・カンパニーはマイケル・ボグダノフ演出でヘンリー6世3部作を2つにまとめた急進的な自称、左翼劇を上演た。時代錯誤的かつ愛国的なイメージの使用が特色でマイケル・ペニントンがサフォーク公とジャック・ケイドの2役を演じた。2002年、ヘンリー6世3部作を2部作に改訂した、エドワード・ホール演出のバラ戦争、ローズ・レイジが、ヘイマーケット劇場で上演された。2006年から2008年にかけて、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーは、マイケル・ボイド演出で、シェイクスピアのプランタジネット王家の刺激8本を、ストラトフォード・アポン、エイボンの敷地に建てられた、コートヤード劇場、コートヤード・テアトルと、ロンドンのラウンドハウスでノーカット上演した。2009年には日本で新国立劇場の制作、宇山仁の演出による3部作の一挙上演が行われて高い評価を得た。ヘンリー6世は浦井健治、王妃マーガレットは中島智子が演じた。2016年には BBC がテレビ映画シリーズ、ホロークラウン、嘆きの王冠の一編として制作した。先のイングランド王ヘンリー5世の死の余波から劇は始まる。しかし、シェイクスピアのヘンリー5世が書かれるのは後のことである。そこに、フランスでのイングランド軍の軍事的敗北の知らせが届く第1話。舞台はイギリス海峡を越えてフランスのオルレアンに移る。乙女、ジャンヌ・ダルクが皇太子に交戦を訴える第2話。乙女はタルボット卿率いるイングランド軍を打ち負かす、第5話。タルボット卿とその仲間たちは、オーベルニ伯爵夫人の城で罠にかかるが、あらかじめ罠を見抜いていたタルボットは、伯爵夫人の裏をかく、第3話。一方、イングランドでは、リチャード・プランタジネットが、サマセット公と口論している。二人は、どちらの主張が正しいかを示すため、それぞれ、赤バラと白バラを選ぶ。第4話。王位を主張するエドモンド・モーティマーは、ロンドン島に幽閉されている。モーティマーはリチャードが自分の相続人だと宣言する。第5話。若いヘンリー6世は、叔父で摂政のグロスター公と王子のウィンチェスター司教との不和に悩んでいる。一方で、リチャードの名誉を回復し、ヨーク公に叙する。第1話。ヘンリー6世が無心に赤バラを選んだことで、サマセット公とヨーク家の対立は深まる。第1話。その結果として、タルボット卿とその息子ジョンが、フランス軍との戦いで命を落とす。第7話。この対立は後には、赤バラのランカスター家と白バラのヨーク家のバラ戦争を引き起こすことになる。ヘンリー6世は、戦争を速やかに終わらせたい教皇や、他国の圧力を受け、アルマニャック伯の娘との結婚に同意する。第1話。ヨーク公はアンジェでイングランド軍を勝利に導き、ジャンヌを捕らえる。一方、サフォーク伯は捕虜にしたマルグリット、マーガレット、ダンジューに恋してしまう。第3話。ジャンヌは火炙りの刑に処せられることが決まった後、ウィンチェスター司教が到着し、ヨーク公とフランス皇太子シャルルに、休戦の条件を伝える。二人は不満だったが、条件を受け入れ、シャルルはヘンリーの下で副国王の地位につく。第4話。サフォーク伯はヘンリー6世とマルグリットの結婚を取り決める。マルグリットを通じてヘンリー6世を支配しようと企んでのことだった。第5話。劇の終わりには結論文が欠けている。締まりの悪い構成は、上述した合作の結果かもしれないし、続編のヘンリー6世第2部と相前後して書かれたせいなのかもしれない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。